いじめや差別は私には関係ないと思っている人はいないでしょうか。そんなあなたも、いじめや差別をしたり受けたりする可能性があると言います。精神科医の加山理香さんは、厳しい競争社会の中、他人に対する見る目が厳しくなっていると分析、誰もがいじめや差別に関わる可能性がある3つの理由を挙げます。 精神医学では今多くの人が自己愛の傷つきという問題を抱えていると考えられていますこれが傷つくと怒りを生み出すというのです自分はもっと輝いて生きるはずとかこんな人生を送るつもりじゃなかったというふうになんか自己愛が満たされないという人が増えているということがあると思います二つ目は辛い体験を見なかったことにして自分を守る否認。 という心のメカニズム。不安や傷つきから身を守るために、いじめや差別をしている可能性があるのです。まあ自分が抱えている不安や葛藤から目をそらしたい、否認したいという、そういう気持ちを抱えている人が増えていることもあると思います3つ目は、本当か嘘かにかかわらず、自分の気持ちにぴったりとはまる情報を見つけると、やっぱりそうなんだと信じ込んでしまう心理、確証バイアスです。 正しい情報や事実を知らされても、もういじめや差別をやめることができない、これでいいんだと思う、バイアスという心理ですね。いじめや差別をすることで、自分が満たされる錯覚を起こすと加山さんは訴えます。いじめや差別に依存した生き方をしていると、本当の自分らしい人生が送ることができず、まあ、自分の大切な一生が台無しになってしまう。